皆さんこんにちは、ラピッ TV です。月の不思議な場所、今日は円盤がねついにクラッシュした跡をたくさん見つけましたんでね、そちらを見ていきたいと思います。そしてまた月の不思議な場所の中で不思議なものいくつか写真で見つけましたんで、今日はふんだんにありますので最後まで見てください。それでは見ていきます。まずこちらです。最初に見つけたものはこの、なんと言いますか、星型の円盤がクラッシュしているところですね。これはこの隕石が激突してクラッシュしたものでしょうか、それとも月面に着陸仕掛けた時にこの何か四角い岩みたいなものが激突して破壊された UFO みたいなものを見つけましたんで、こちらの写真を今お見せしております。この辺は石ですよね。そしてこういった物体があります。果たしてこれは石でしょうか。これが欠けた部分となります。何かね、欠け方も石ではないような欠け方をしております。で、ここのところ曲がってますよね。明らかにこの石が落ちてきて落下してこの辺が砕けて破損したものだと思われます。次行きます。はい、これちょっと拡大したところです。そして次です。で、フィルターをかけたところになります。これ以外にね、今日は月面の不思議な場所、いろんなものを見つけましたんでね、皆さんと一緒に検証していきます。次の写真です。はい、これです。そしてこれ、はい、ちょっと光を強調したところです。するとここら辺の物質とここが似てますよね。欠けた部分テカッと光って、でこの部分は同じまた物質みたいな感じで、何か岩がこうあるんでこれに激突してこの部分は破損したのでしょうか。それにしては完全にくっついた状態でありますよね。果たしてこれは何でしょうか。さらにこちら、はい、強調したものです。光が上から当たっております。こんな感じで映っております。フィルターですね。そして次、ちょっと引いたところでお見せしております。明らかにこの石が落下して、隕石と言いましょうか、落下してここ欠けた部分だと思います。これ不思議な、私はね、まあ、未確認飛行物体 UFO と思っておりますが、皆さんはどう思われますか。これは岩でしょうか。周りの岩と比べて明らかに何か物質が形成されているものが違うような感じ、謎の金属に見えますけど、皆さんはどう思われますか。次です。はい、この丸で囲んだところがそうです。はい、かなり引いたところですね。ここにドンと落ちたのか、まあ初めからここにあって岩が落ちてきたものか、そして後でご説明しますが、ここ不思議に NASA がかけたぼかしがかかった岩があります。この岩四角なのに心の部分だけがぼかしがかけられております。何かここに不思議なものがあるのでしょうか。こういった処理されているのはね、何回か見ますよね。その部分が完全に四角くぼかされております。そして次の写真いきます。はい、これがその座標となります。この写真の見れるリンク、ダウンロードして見ることもできます。こちら LINE8775、この位置にありますので、この座標を見ながら合わせると、縦軸横軸を合わせるとここに来ますので、そういった見つけ方をしてください。そして次の写真、今日はたくさんありますんでね、急いでいきたいと思います。先ほどのものです。明らかに金属の光沢、鈍い光沢の色をしております。この辺がその普通の岩石です。そして次です。はい、でこういった、まあ、映像の小さな写真ですが、ダウンロードしてもらいますとね、大きく見ることができます。もちろんこれでも見ることができますが、初めはこんな感じなんでね、位置関係、この写真を見てこの赤丸のこのところをズームしてください。そして次に行きます。はい、これがまた探してる途中で見つけたものです。拡大したこれですね、まあ、めり込んでいる UFO の破片といいますか、こういった丸い UFO がかなり昔何かで激突したか、まあ、未知との遭遇じゃないですけど、知的生命体同士が戦争を行って
こういったね、落下して墜落して土に埋もれたものでしょうか。こういった感じで今見えております。明らかに岩石とは違います。この辺が岩石ですね。岩と比べてもらうと何か金属の光沢をしております。次の写真です。はい、この場所に2箇所あります。これです。はい、ここに丸い何か宇宙船の乗り物っていうか操縦席みたいなもの、そしてこういったカーブを描いております。三角形のカーブ、果たしてこれは何でしょう。突き刺さった状態ですよね。そしてこれも大破した状態。大きさから言うとこちらが大きいですね。丸いもので、こちらは三角形のこんなものが見つかっております。あたりは激しく岩が砕け散っております。そして次です。はい、拡大したもので、先ほどのこれフリーハンドで描いたものです。これ埋まってるとこ見ると、これずっと中にこういった丸い感じだと思います。そしてここに、まあ、操縦席なのか例のように丸いものがあります、中心に。そしてまたズームします。切り取ったものです。こんな感じです。これはその下の部分のあの小さい方の UFO です。円盤です。ここにも同じ丸い操縦席みたいなものが中心にあります。そして次の写真いきます。今日はかなり盛りだくさんで、はい。そしてこれ先ほどの写真ですね。皆さんぜひあの写真の中からこのもう座標位置はね貼れませんので、その写真の中にたくさん不思議な場所出てきますんで、自分の目で確かめてください。こんなところなんか不思議ですよね。これとかまだまだ見落とした部分がたくさんあるんでね、その目で皆さんこのリンク貼っときますので見てください。ダウンロードするのが一番いいですね、このデータを。そして次です。はい、拡大したものです。ここに丸い操縦席みたいなもの、そして曲がったような感じの土にめり込んで土をかぶった UFO らしきもの。そして次です。はい、まあ位置関係をお見せして、はい、先ほどの砕けた UFO、 そしてこれ、そしてこれというふうになります。でずっと進みますと、はい、こういった感じでまた別の場所、方向から見たところです。ここ先ほどの引いたところです。それとこの三角も明らかになんか違いますよね。違和感がありますよね。こういった場所を探してもらうと、こことここにあります。まあ、この辺にもなんか不思議なものありますけど、たくさん不思議な場所ある写真となります。これとこれですね。そしてはい、これもまた別の場所ですが、ここ金属片みたいなものが、まあ、明らかにね地面が何か叩きつけられたような感じでこの辺白くなっております。そして、まあ、円盤の私形しているものがこういった風に、こちらが頭の部分、操縦席、そしてこういったものがあります。かなり年代が経っているものだと思います。まあ円盤同士ぶつかったのか、ここに一機突き刺さっております。そしてこのでかい方がこんな感じです。果たしてこれはただの岩でしょうか。皆さんコメントよろしくお願いします。そして次です。はい、不思議な場所、またここにもありますね。まあただの石がそう見えているといえばそう思えるんですけど、あまりにも不思議なんで、今日は皆さんに不思議な場所、月の月面の不思議な場所を投稿しております。そしてこれもそうですね、三角形、土に埋もれておりますけど、例のようにここに丸い操縦席があります。丸い、はい、ギターのピックみたいな、はい、ものがこういったおにぎり型でここに丸いものがめり込んでます。そしてこれも自然にできたにしてはおかしい、何かこういったものがあります。そして次です。私が見つけたこの四角い破片、まあ大きさがわからないところがちょっと残念ですけど、こういった四角い何かの金属物質みたいなものが転がってます。そしてこれです。これが何か分かる方はご説明ください。この何か岩山っていうか不気味なところにこんな不思議なもの、これは円盤とは言えませんけど、何か不気味なものがこういった形で見えております。果たしてこれは何でしょう。ちょっと拡大します。一番これが不思議なんですよね。はい、こんな感じで
アーチ状といいますかね、こんな感じの不気味なものを発見しましたんで、皆さんぜひコメントください。当たり中ね、不思議なもの多いんでね、これゆっくり調べたらもっと不思議なものが出てくると思いますので、見つけ次第皆さん座標なんかを教えてください。そして拡大したところです。そしてこれ、これも不思議ですよね。何か金属が溶けたような感じで大きいものです。かなり、まあちょっと恐竜みたいな形してますよね。目があって、首があって、果たしてこれは何でしょう。果たしてこの辺の岩石と色が全く違います。金属物質ですね。ひょっとしたらこの円盤が落下して、この辺が破損して溶けたのがこういう風になったのかと思われます。皆さんどう思いますかね。いろんな想像されますよね。ぜひコメントください。そして次です。はい、拡大したところです。そしてこれ、これはピラミッドですね。見つけたピラミッド、まあこれピラミッドといってもこっち側がね欠けてるんで何とも言えませんけど、三角形のピラミッドに似たものも発見しました。同じ写真の中で。それとこれですね、はい、これも円盤だと思います。中心部に必ずこういう操縦席みたいな丸いものがついております。はい、これもかなり年代が経っておりますね。かなり昔の UFO だと思います。そしてこれ、突き刺さっているたくさんの UFO、 果たしてこれは石なんでしょうか。あまりにも同じような形が多すぎるので不気味です。でこれは衝撃が加わって突き刺さってるんで、この辺なぎ倒してこう衝撃波ができて、この辺下の土がね飛び散ってる様子が見えます。何かの力で突き刺さって折り曲がっております。でこれもそうですね、めり込んでるから土がここ盛り上がってますよね。ここめり込んでるから土が盛り上がって跳ね飛ばされた跡があります。はい、これは何でしょう。次の写真、これは完全に埋もれてしまった三角形の先ほどの UFO ですね。ここも真ん中に中心部にあります。運転席みたいな埋もれてるんで、こういった綺麗な三角形をしたものがありました。そして次これですね、これは石かもしれませんけど、ポツンと円盤らしきものがこういった平らなところに止まってました。最高に解像度を上げてもこれまでです。果たしてこれは石でしょうか。周りにある石と比べると何か違った光沢、違ったものが見えております。そしてこれ、これは岩があって、岩の横に隠れているこういった円盤ですね。これは岩です。そしてその横にピタリとつけた UFO ということになります。月面の同じ写真で見たものです。これが引いたところです。これは岩なのか、おそらく岩と思いますけど、そのそばにがっちりと横付けしたような UFO が見られます。果たして UFO なのか石なのかは分かりませんので、私が勝手に UFO にしてますが、皆さんはどう思われますか。そしてこれもそうですね、円盤らしかったんでね、円盤らしいものを今日すべて、月面の円盤らしいものを全部写真で見せております。私が見つけたものです。石なのか、果たして未確認飛行物体の円盤が着陸しているものか、それともクラッシュしているものか、はい、こういった感じになります。これは不思議な場所ですね。こういったところが、まあ、地下につながる何かでしょうかね。穴が妙な開き方をしております。クレーターと違ってこんもりしたところにこういった穴がほげております。これですね。そしてこれ引いたところ、そしてこれも何か岩のところに、まあ、地下につながる穴みたいなものがぽっこりと開いております。空気穴みたいなような感じもしますね。空調用の穴かもしれません。そしてこれ、これが先ほど言った NASA が好意的にここの部分を、分かります、四角く完全に何かで合成してぼかしてます。この石が消えてますので、この部分に多分何かあったはずです。この部分が完全に加工されております。そしてこれですね、見つけた不思議なもの、これ、これも果たして不思議な石です。石なのか円盤なのかは私は想像がつきませんが、皆さんのコメントよろしくお願いします。これもそうです。今日はたくさんねこの写真で見つけましたんで、まあ石の
可能性もありますが、こういうふうなところに落下してドンとね、落下して飛び散ったところです。これ見てください。これなんか六角形してます。突き刺さってます。ちょっと拡大しますよ。はい、1、2、3、4、5、6角形、1、2、3、4、5、6角形の形をしたものが突き刺さっております。ここにも同じようなものが突き刺さっております。この辺も怪しいですよね。果たしてこれは何でしょう。今日は月面で見つけた不思議なとこをご紹介しました。こちらその正式リンクの写真となります。こういった感じで先ほどの一番最初の部分が出てきます。これが座標となります。ここですね、8501、そして3420というふうに、これが正式リンクです。貼っときますので。そしてこれ下の方に行きますとね、ここでダウンロードされると319MB でダウンロードすると拡大することができます。それがこちらになります。はい、でダウンロードするとね、こんな感じに大きく写真を拡大することができます。はい、最初の話に戻りますが、果たしてこれは UFO がクラッシュしているところでしょうか。明らかに隕石か何かが落ちて砕けてます。こんなところ残骸がありますね。そしてここの横の部分が破損して欠けた欠片がこちらです。異様に何かここら辺に何か機械的なものが見えております。果たしてこれは何でしょう。今日見つけた月面の不思議な場所、今日はまとめてたくさんの UFO らしきもの、また不思議なものを今日はご紹介しました。また不思議な場所、不思議な写真見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。今日は長くなりましたけどね、皆さんぜひコメントください。ではまたです。ラピッTVでした。